現在渋谷区の山種美術館で開館55周年を記念して花を描いた絵画を一堂に集めた特別展を開催しています。近代現代の日本画を中心に名だたる画家たちが描いた四季を彩る花の作品が54点集められました。川端龍子の八つ橋という作品です。伊勢物語を取材して描いた作品です。柿つばたが屏風に描かれていますけれども、空襲の難を逃れながら約1ヶ月半かけて制作された作品です。こちらは横山大観の春潮という作品です。横山大観は富士山をたくさん描いたことで有名ですけれども、この山桜も数多く描きました。日本の象徴として描いたのだと考えられています。特集コーナーでは百花の王と呼ばれる牡丹の花をモチーフにした作品が並びました。明治時代に活躍した菱田春草という画家の白牡丹という作品です。左上を見ていただきますと、蝶々が2頭飛んでいるのがお分かりいただけるかと思います。蝶々は長寿を意味するモチーフで、牡丹は風紀を意味するモチーフでして、2つ合わさって吉祥の縁起のいい題材として好まれ描き継がれてきました。華麗な花の作品を集めた特別展は6月27日まで開催されています。